皆さんこんにちは。今回は鬼殺しをやっていきます。まあ前も一回やったんですけど、ちょっと鬼殺しをいきたいと思います。山口女流の動画を最近、まあ、より見るようになって、改めて見てみたら、勝ちたければ鬼殺しっていうのがあったんで、勝ちたいんで鬼殺しいきたいと思います。で桂馬跳ねて、あ、金上がるのは知ってる方の受けですね。これ金上がるのが実は鬼殺し対策の一手で、これ金を上がって受ければ受けやすいっていうのがよく言われてるんですよね。ただまあもう歩ついて攻めるか。歩ついてきたら飛車、桂なって同金に飛車回ったりして、ここからどんどん行く感じで攻めてどうか。これ歩ついて同歩同飛車ってこう8筋突破できそうな感じなんですけど、それには角交換して、角打てば飛車と銀の両取りかけれるんで、それはこっちがいいですね。だから8筋ここを簡単には突破されないんですけど、ただここでシンプルに歩ついて桂馬を取りに来る手があるのでどうかっていうことですね。そうですね、これで桂馬が積んでるんで、そうなんですよね。でも飛車回って、ただ歩つく攻めを見せてどうかですね。でここで歩ついて同歩同飛車なら歩突く手があって、そこで金を逃げたりすると角交換して同銀に、ここに角を打てば飛車と王様の両取り、王手飛車取りっていう筋がありましたね。なんで相手の方は銀上がってこの地点を置きつつ、まあなんか角で王手されにくいようにしたんですけど、まあこっちは一回は飛車先の歩を伸ばしたいところですかね。で金逃げてっていう自然な進行なんですけど、まあ、こっちは一回玉囲っとくかな。ちょっと玉、居玉だと、端に角打たれて、王手っていう筋がいつでもあって、こっちとしては気持ち悪いところなので、ここは一回逃げといて、どうかな。もし仮に金とか上がってきたら、どっかで角交換して、もう角ぶち込んじゃって、同桂同歩成みたいな感じで攻める手も出てきそうですね、どこかで。ただですね、すぐはない、そういう筋はないので、どうなんやろ、これどうなってるんやろ。歩ついて、次に歩ついて同歩に角交換して同銀に角打って飛車銀両取りっていう筋を見せていくか。で多分この瞬間に歩ついて、ああやってこなかったか。歩ついて攻める手もあるかなと思ったんですけど、やってこなかったんで、こっちはもう歩ついて攻めます。同歩なら角を取って同銀に角をこう飛車取りに打って攻めていってどうかなと思ってるんですけど、いやそれもでも正確に受けられるとちょっときつそうかな。同歩で角交換して同銀に角打って飛車取りにしても、桂馬をここに打って飛車取り受けられると結構嫌か。だからですね、これ歩打った方がいいかな。同金に角打って、ああでも同金に角打っても桂馬で止められるか。歩打って同金に角打つ、同桂同歩成、歩打って同飛車、歩打って同飛車。いやーもういっちゃおう叩きの乱暴に、まあこれは同金って取らせて、この地点の利きを減らして角を打って攻めようっていう狙いですね。まあ、これただ同金しかないと思うんですけど、同桂、角打ち込んで、同桂、同歩成、同銀、同飛車成ってなれば、飛車と金の両取りでこっちが成功ですね。だから相手の方は今の手順中のどこかで変えてくると思うんですけど、まあ、多分これはそうですね、一回取ってくると思うんですけど、同歩成で、あ、同歩成で飛車逃げる感じか。それが冷静ってことですか。ただ、と金引くとどうするんやろ。と金引いて金取りを狙って、金が寄ったり、上に上がったりしたら、と金を入って攻めていく感じですね。ただ、この瞬間がちょっと怖い意味があって、これ飛車がなんか横に逃げたりする、横に動いたりすると、金で取る、と金取る手があるんで、この瞬間になんか飛車をいじめる手が考えられるんですよね。例えば、歩打って、同飛車と取らせて、角を飛車取りに打って、飛車が引いたら、もう一回飛車取りに歩を打って、
そこで飛車が横に逃げれば、さっき言ったみたいに金でと金を取れるみたいな手が考えられるので、ここで飛車をいじめられる手がちょっと怖いんですよね。単純に金を逃げてもらえればと金入れば、まあまあ、あ、でもちょっと相手の方はその展開難しいと見て金逃げてきましたね。まあこっちは手順にと金が入れるんで、なんというか不満がないというか、いう感じはありますね。で、相手の方一回歩打って同飛車で角打つってことかな。でもまあこっちも手順に飛車なれるんで、うん、これはなんか割かし悪くないというか、うん、まあ、角打たれるんですけど、飛車なっといて、まあ、桂馬王手してくれても考えられるんですけど、ここで。同歩なら角で王様取れるので、桂馬には逃げるんですけど、そこで角なってみたいな展開も考えられるんですけど、角なられた手が別に、次にそんな厳しい手があるわけじゃないので、で、むしろこう、5筋の歩を取っちゃうと、ここに歩を垂らして、と金攻めとかそういう攻めも、こっちとしてはできるので、うん、相手方としては、桂馬打って逃げて角成りは、歩垂らしで、ちょっと嫌なんじゃないかなっていう気はしますね。うん。これはペースに、こっちのペースになっててもおかしくはない。ですね。まあ、でも実際、駒損が大きいから、これ多分、角桂と銀の交換で、こっちが駒損してるんですけど、その駒の損の仕方はかなり大きいので、うん、まあ悪くても全然文句は言えないんですけど、ただ、こっちが形勢良くなっててもおかしくはないですね。飛車の働きの差がすごいので、こっちの方がかなりいいので、そこを考えると、こっちが良くなっててもおかしくはないですね。で、相手の方は言ってた筋やってきましたね。これはまあ、歩垂らしても攻め合いでいくか、ちょっと受ける手もないというか、何を受けるのかっていう感じもあるので、歩垂らしといて、次にと金攻めですね。で、まあ、最悪なんか、このラインに角打ってなんか、このラインに角打って、馬でこう、取って攻めるとかいう手もあるんですけど、どっかでここに金をこう上がって受ける手なんかもあるので、うん。金上がって馬で銀取ってきたら同竜って取る手もありますし、まあ最悪そのなんか竜がどっかの位置にずれてても金上がって銀取られても、この銀はもう遊んでる銀なのでいいかなっていう感じです。あ、角打ってきましたね。これ一応次、馬で銀取って、こう、どんどん攻めてくる手があるので、金上がって一回、ここら辺を補強しておきます。これで結構、攻めが難しいんじゃないかなと思ってるんですよね。この銀取ってきたら、まあ、ここやと同竜かな。同竜って受けといてもいいし、歩成って攻め、あ、でも歩成ったら同金か。同竜に同角がありますね。そっかそっか。それを受けた意味もあるんですね。なるほど。だからここで銀取ってきたらさすがに同竜かな。で、もしここで馬逃げてきたら銀打って攻める感じかな。あ、もう切ってきましたね。ただ同金でどうするんやろ。おー、なるほど。いやー、しかし、まあ、同金は同角成ってことなんですけど、あ、でもそっか、これ金取った手が角成からの詰めろになってるんですね。金取ると次角で銀取って同玉に桂なって逃げて銀をここに王手して玉逃げた手に金打ちっていう、まあちょっと長いんですけど、詰めろになってるので、だから例えば歩な、ここで歩なっても金取られて、そこで金取ったりすると角成で攻められて罪ですね。ただこれ金引いたらどうするんやろ。金引いて受けちゃえば、これ以上の攻めがないんじゃないかな。相手の方、歩も効かないので、この辺りに。こっちのこの辺りに歩が効かないので、攻めも難しそうな感じがあるんですけど、どうかな。飛車先の歩を伸ばしてくる。歩ついて。いやー、しかしさすがにこっちの攻めの方が早いかな。歩ついたら、うーん、でもどうすんやろ。角がこう相手陣効いてるんで、歩なっても同金って取られるんですね。ああ、金出て。まあ、なんか、狙いとしては同じ感じですね。
ただ金出るとと金寄って飛車を取りに行く手はあるんですけど、あでもと金寄って5筋の歩を取ると歩を打って攻める手ができるっていう意味はありますね。それをなんか狙われてる気がするな。うん、それを狙われてる気はすごいするから、どうしよう、それを狙われてる感じがすごいするので、と金寄って歩打って金寄って、まあそれでも攻めがない気がするけど、ちょっと食いつかれて気持ち悪いかな。もうちょっとなんかはっきりする手があればいいんですけど、シンプルに桂馬取って角取りにしたらどうするんやろ。それで行ってみるか。これで角逃げたりしたら相手陣に効かなくなるんで、え、ん、あ、そっか、その筋があるんか。同玉なら、そっか、銀取れるんですよ、そっか。ただ酔った時にどうかっていうことか。あーでもちょっとそれうっかりしたな。酔って銀取って同玉で銀打ち逃げる金取る、いやーでもその局面詰めろが続かないともう逃げるか。いやでもこれなんか一気に怖い形になっちゃったな。そっか、金寄りあるやん金寄りの筋があるんか。まあでもこれ取るしかない。頭に銀打つ手は上に逃げれば、それはこっちの玉が寄らなさそうなんで、多分銀打ってくるんじゃないかなと思うんですよね。あ、充電がない。充電がない。充電したい。充電しに行こう。ちょっと、充電を今しました。これで大丈夫。で、これ次、銀ならずから、よって成り桂入るとかあるんですけど、端歩ついとけば結構耐えれる気がする。いやどうなんやろ。歩なってならずで入ってきて、玉寄って金入ってきても歩ついて逃げ道を広げれば耐えてないか。桂馬取られた手が詰めろか。難しい。歩なってならずで、単に歩、ここで歩ついてならずに上に逃げるで成桂寄ってくる、それが詰めろですよね。多分詰めろになってる。そっか、結構嫌や。歩なってならずで逃げて成桂寄って歩ついて銀なって上逃げて桂馬取った手が桂打ちからの詰めろ。そこで銀とか打って受けると謎謎、あ、もうなるしかないかな。どうなってるんやろこれ。なって、あーでも、ん、あー金取る、あ、これがならずの詰めろか。歩つくと、ならずで、え、でも歩ついて、ならずで上に逃げた時が詰めろかからないんじゃないかな。ここでならずで、玉寄っちゃうと、あ、ならずに同玉は頭金で罪ですね。なんで、ならずに逃げるしかないんですけど、寄っちゃうと、金打たれて寄りそう。あー、桂馬取る。あ、同玉は金寄ってってことか。ただ寄っちゃうっても成り香取られるんで、これは同玉しかない。で金来た時に銀打って受けてどうかで桂馬足されて銀、早逃げとか金打ってに、あーでもそれ早意味ないか。ん、いやなんか一手しのげれそうな気もするんですけど、しのげないか。まあでもこれは取るしかないか。寄ってもちょっと上上がると桂馬の王手で詰みそうでしたし、寄ってもちょっと香車取られ、成金で香車取られそうだったんでダメそうでしたね。なんで
3分。ただここで銀打って頭、これ次頭金の詰めろなんですけど、銀打つと桂馬で銀を狙われた時にちょっときついかな。そっか。いやいやいや、銀打って桂馬打たれると桂成からの詰めろですね、それ。いや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 、受けないかこれ。そっか。いやくどうしよう、受けがないかな。まあ銀打ってみるか。でも桂馬、あ、そっか、それがシンプルにあるか。攻め駒使われたらダメですね。そっか。あ、これはちょっと受けがなくなっちゃいましたね。これ、これ受けなくなっちゃったら、これ銀打つんですけど、これ詰みですね。銀取って同銀で、まあ同玉は頭金だったんですけど、そこで銀、ここで打つ、銀打つ手が好手で、逃げても金寄りで詰みですし、同銀も頭金で詰みですね。まあちょっと鬼殺しとかいう悪は成敗される運命にあったっていう感じですね。まあなんか自分がちょっと終盤おかしかったような気がしますけど。今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録はお任せしますので、もう一本動画を見ていただけると嬉しいです。ありがとうございました。